ようございます。グッモーニング、おはよう。グッモーニング。朝ですね。今日は良き目覚めですか？おはよう。今日の目覚めは良きですね。良きかな。前髪がほんまに伸びたんですよね。こっちじゃない、こっち脇じゃないわ。今日の寝癖、今日の寝癖はなんて言うんだろう。今日の寝癖は20点満点中 8.5 点。どんどんちょっといけない方向に、どんどんまずい。まあ、いっか、こんな感じで。なんか髪の毛がこうちゃんとなるだけで印象って変わるなと思いますよね。今日はそうですね、リコチと瀬戸内 PR 舞台の実況中継をしたいと思います。賑やかな配信になりそうですね。楽しそう。
めっちゃ痒いよ。え、蚊に噛まれたよ、もう足。今年2回目、もう2回も蚊に遭遇しとる。蚊に、早いよ。私めっちゃ狙われるんですよ、蚊に。でもなんかめっちゃ無敵な時ある。あのめっちゃ蚊になんか狙われるがちって思ったら、なんていうん、逆にみんながめっちゃ刺されてる時に自分は全然刺されてないみたいな、無敵みたいな時がある。背中の横にあれば助かる。ほんまに。かかかかか。眠い今日、やばい。最近マリナとよくしゃべる。あ、確かに。そうか、最近あんまりめっちゃ今までと変わってめっちゃしゃべるようになったってわけじゃ、もともとそんなしゃべってまし、しゃべったんですけど。あ、もういいや。そう、一期生で唯一の同い年だったけ、
緒に癒しさはあるよね。え、1期生で同い年いなくなるって、そっか、確かに。よく見たら池田ゆらちゃん、あ、そうだ、川端ゆなちゃん、ドラさんも入れたら、そら、最年長って何歳？ユミリ、一緒に眠れてありがとう。ユミリンとパセリ、起きてますか？一応目が覚めております。あいこじも、でも ST におったら見た目とか、なんか見、なんかあの、なんていう、年齢のなんかこうあるじゃないですか、こう大人のメンバーがおって関係性とか的にもなんかやっぱり大人チーム子供チームみたいな、じゃけさ、なんかこうなんて言ったらいいんじゃ、なんか他の今の高校3年生と比べて、私子供っぽい、どうなんかなと思って。どうですか、他の子供、他の人たちと比べて。遊びに来たよ。若い、幼い方ですよね。考え方はなんか大人になるかもしれんけど、そう、周りと比べたらなんか全然なんか若いっていうか、なんか全然なんか幼いんですよ。なんか学校の人たちと比べて、サッシーって言ってた、ここのイメージのまま。363日ありがとう。学校で比べてもそうかも。でもずっと変わらないですよね、この顔。いや、変わった。
365日アイス、あと2日。水木なんですね。変わってないわ、嘘だ。中身は変わらん言ってたけども、大人になった、確かに、あの、いや、いろんなメンバーにいろんなことを教えてもらって、嬉しい。ふーちゃんの写真集、え、やぶした写真集出すの、すごーい、卒業記念、素敵。知らんかって、他のことはなんか話したりするけど、すごい、卒業記念ですって。あー、山本彩香さんもなんか出してましたよね、卒業記念に。便乗でコカも写真集出す、そんな軽いノリじゃないよ。でも楽しい。あー、お渡し会とかないのかな。うん、
やっぱり外国ミルルンの卒コンも延期。ミルルンはサルルンみたいな名前でした。卒コンの名前ミルルンはサルルンみたいな。サルだった自分がミルルンになるまでみたいな。なんかえ、そんなタイトルでしたよね。いや、本当なんですよ。私作ってないですよ。え？そうですよ。私的には三四郎的な感じか。ニックネームでもなんか自分のなんかそういうなんて言ったらいいんだろう、何々ってもう最初から私ずっとココアだけさ、サッシーとかだったらサッシーってあるじゃないですか。私はココア。私はココア。なんかそういうシーンもありそうや。私はココア。至って変わらない。ただの高校3年生。私の人生が変わったのは中学2年生の頃。受賞です。眉毛さんの気持ちいい。眉毛凝ってる気がするんですよ。私結構表情でなんか眉毛動いたりするから、なんか眉毛凝っちゃうんですよね。ぐっ。顎がない。顎、
顎もなんか育ちそう、こうやって、こうなんていうん、あの気を使ったったら、行って、前髪がほんまにじゃ邪魔になってる、伸びて。食べます。今日は焼き芋が。今夜は瀬戸内 PR 舞台のライブの実況中継があります。これはぜひ見てほしいですね。再販買った、ありがとう。いや嬉しいですよ、オンラインしたらもっと話したいってなりますよね。30分の動画、あ、今日は決済ですね。皆さん、決済、忘れないように決済してくださいね。では、ここら辺で配信を終了したいと思います。ランキングを見ます。13位、こげぱんさん。12位、ノットヤットさん。11位、かきひろさん。10位、ひそさん。9位、ようさん。8位、たくぞさん。7位、ねこコアさん。終わるんかーい。6位、オールグーリンさん。5位、だんご部長さん。4位、スエンさん。3位、いしくんさん。2位、のっしーさん。1位は、おいちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとう、皆さんありがとうございます。今日も配信を見ていただいて、今日はもう前髪が不調オブ不調なんですけれども、これからいいことあるよ。この何の根拠もないこの私の放つ一言はもうきっともう何ともならないと思うんですけど、今から起こる全てのことが良くなるから、そんな気がする。いいことあるよ、これからいいことあるよ。では今日も一日頑張りましょう。放送終了まで3、2、1、頑張って、いってらっしゃい。